フランスの専用鉄道の先駆者であるポール・ドコービルが1875年に設立した製造会社である。ドコービルは鉄道関連製品の他自動車、自転車なども生産したが、鉄製の枕木でナローゲージの線路を締結した軽量で容易に運搬、付設、分解ができる下半式鉄道を主力商品とした。 ドコービル製機関車の製造名盤1910年製 B 型タンク機関車佐藤キビの丘と上流種製造を営んでいたポールドコービルが1875年に農作物の出荷を容易にするため 400mm 機関の軽便鉄道の簡易な、付設方法を開発しこれを商品化したこの簡易な線路木を主力商品としてドコビル社は1875年に 設立され、機動部品、エンジンや自動車など様々な製品を作り、製品は欧州各国の植民地を中心に海外へも輸出された。土工ビルが開発した方式では、線路と関連部品を含む軌道は全て金属で作られており、輸送、敷設、分解が容易にできる、下半式鉄道であることを特徴とする。この方式は、500mm、 六百ミリメートル期間に拡張され、鉱山、軍事用などの農業用以外でも多くの用途で使用された。特に、フランス陸軍が千八百八十八年頃にこの、下半式鉄道に興味を示し、六百ミリメートル期間の鉄道を、作戦中の砲兵と弾薬の輸送用に拠点に配備、第一次世界大戦までに、下半式鉄道は、フランス軍とイギリス軍の標準装備品となり、 多数の野戦鉄道が付設された。ドイツにも同種のものがあったが、こちらは機関車も標準化されたものが用いられた。下半式鉄道はマダガスカル、モロッコへのフランス軍の遠征に利用されたほか、同種の野戦鉄道はドイツ領南西アフリカのオタビ鉱山鉄道で世界最長の 600mm 機関鉄道として使用された。当初、 軌道上の貨車に積まれた荷物は人力や馬力で運搬されたが、次第に土工ビル車自身が開発した様々な形の小型機関車が使用されるようになった。この方式の登場は手押し車やリアカーが主体だった重量物の運搬作業に大きな変化をもたらし、この方法は土工ビルの名を冠して土工ビルシステムと呼ばれ、世界中の工事現場、採石場、農場、 砂糖キビ畑や山岳鉄道で1950年代まで使用された。本文中では土工ビルは本校の主題である会社名を指し、創業家である土工ビル家の人を指す場合は、それぞれの名前を付記する。北田市2005年撮影の土工ビル製蒸気機関車、フランスの保存鉄道のもの、マジの線で使用された土工ビルの貨車と、気境車両を90度転向できる。 天社大シャンパン工場で使用される土工ビルの鉄道イルドフランス地方で撮影された馬力による、軽便鉄道土工ビル製ディーゼル機関車643号機、土工ビルを象徴する製品群であり、会社設立時からの商品でもある。あらゆる交通需要に応えるため多くのバリエーションが設定された。土工ビルシステムのコンセプトは、オーレンシュタイン運と、 コッペルなどの同業者にも影響を与え、第一次世界大戦でも活用された。1853年に、ポール・ド・コービルの父であるアルマン・ド・コービルは、パリの東に所有する農園内の蒸留酒製造所で使用するボイラーの整備工場を建設したが、健康上の問題から、この頃から長男、ポール・ド・コービルに農園の経営を委ねるようになった。 ドコービル家は効率化と労働力不足問題の解決のため、幸運作業を蒸気機関で機械化することを模索し、イギリス人のファウラーを1867年に採用している。この時に作った各種修理工場のうち、一つは蒸気機関専用とされた。アルマンは1871年に亡くなったが、同じ年にドコービル社はパリリヨン館を運行していたパリリヨン。 地中海鉄道に板金部品の納入を始めている。この頃、ポールドコービルは、農場の中で数種類の輸送機関の試験をしており、そのうちの一つが、H コービンと呼ばれるはしごに似た木製の機場である。この方式では、通常の鉄道で線路に当たる部分は、鉄板で覆われた木で作られており、その上を走る車両一両には一軸のみが設けられ、軸がない側を、 他の車両に乗せる構造だったが、耐久性に問題があったため、実用化には至らなかった。ドコービル家の農場は1875年に豊作となったが、タウで路盤が緩んだため農場内の既存輸送機関は役に立たず、さらに例年より早い構想が予想され、9000トンに達した収穫物を迅速に運搬する必要に迫られた。この状況の中、ポールドコビルは、 不調に終わった試作品 H 工瓶を改良、400mm 間隔で鉄の角材を2本並べ、その間を枕木に相当する鉄板で繋いだものを製作した。改良品は緩んだ路盤に沈み込むこともなく、土豪ビル家の使用人が小さな鉄道貨車を作って、この改良品の上を走らせることを発案したことと合わせ、輸送機関として使用できる目処が立ち、 作物は冬を迎えて凍りつく前に搬出された。翌1876年から土壕ビルはこの新しい輸送機関を下半式鉄道として改良することに着手。土壕ビル家の農場内での給費の輸送や工場間の物資の運搬にこのシステムを活用するのと並行して木と車両の改良を約1年にわたって続けた。土壕ビルの下半式鉄道の優位性を実用で、 証明するため、ポールドコービルは、ロワレケムのトランウェイでピティビエ A トゥーリにドコービルシステムを初めて販売している。1877年にはドコービルは農園を廃業し、下半式鉄道を工業的に生産することに専念した。機関は4 0 0、mm、トルから5 0 0トル6 0 0トルに次第に広がり、機関車と貨車の開発にも乗り出した。 1880年には3000件もの注文があり、土壕ビルはコルベイユの工場を8万平方メートルに拡張した。TPT への販売からわずか2年の間に土壕ビルシステムは下表のように世界中で活用されるようになった。この統計が取られた1878年のパリ、万国博覧会で500ミリメートル期間の鉄道がに、 キロメートルにわたって展示用として付設された。この展示鉄道には旅客を乗せる予定だったが、当局の許可が下りず、旅客輸送は行われなかった。同様の設計の鉄道が後に、ブローニュの森にある動物園の園内鉄道として、付設された。この鉄道は現存している。メキシコ・ユカタン州では、アシエンダ製で生産されたエネケン輸送用として、 総延長は 4500km に達する鉄道が土工ビルシステムで付設され、この地域の大量輸送機関のデファクトスタンダードとなった。アシエンダ製廃止後も小規模な鉄道が残り、ロバが荷物を牽引している。ポルトガルには2カ所の合計延長 10km の 600mm 機関の季節運行の観光客向けの鉄道が残っている。 1889年パリ万博に出展された土工ビルの鉄道1889年のパリ万国博覧会では土工ビルの下半式鉄道は金賞を受賞している600ミリメートル期間の鉄道がシャンドマルス公園からホテルでザンバリットの間に特設され稀式機関車が客車を経営した1889年5月4日に運行を開始し 期間中、約630万人の有料乗客を含む、数百万人の乗客を無事故で輸送した。約3キロメートルの路線に途中4駅が設けられた。路線は9 5キログラマイメートルの線路で付設され、途中アルマとエッフェル島に2カ所のトンネルが設けられた。展示運転で使用されたマレー式とフェアリー式の蒸気、機関車はフランス革命100周年記念号と命名された。 この博覧会後、フランス当局は認可なしで軽便鉄道が旅客輸送を行うことを認めた。1916年撮影のモナスティルに向かう土工ビルの下半式鉄道。当初は牛で牽引する計画だった土工ビルシステムはフランス軍のある指揮官によって軍事用にも応用された。トール近郊のブルボンにまず付設され、年までに 標準的な仕様が定められた。6 0 0、mm、トル機関の鉄道は1906年のラングルなど各所で試験されている。最も有名な土工ビル製の機材は1888年製の機関車と砲兵対応の車両である。この車両は1 5 5トル榴弾砲や1 2 0ル、mm、カ可能砲の運搬に用いられ、警備兵を乗せる専用車も連結された。 この他にも土工ビルは、要塞内の狭い通路で弾薬を輸送するための鉄道システムを納品している。このシステムでは、小さな転車台を通路の角に設置し、車両元に90度を回転できるようになっていた。エピナル、ベルフォール、ベルダン、トゥールの東部4要塞に土工ビルのシステムが採用され、エピナルのものは全長 120km に達した。 91カ所の砲台のうち17カ所に土工ビルの下半鉄道が設置され、弾薬の輸送に使われた。下半式鉄道の分解、輸送、付設の容易さが認められ、第一次世界大戦中、フランス陸軍はこの鉄道を前線に付設した。土工ビル製ダンプ式貨車1896年から、土工ビルは自長5トンの B 型機関車をメーターゲージ用に開発した。 この市場は競合が激しく、土工ビルの製品は市場の一部を占めたに過ぎないが、土工ビルにとっては十分な数量だった。1897年の土工ビルのカタログには13トンから23トンの機関車が掲載されており、パリ近郊の鉄道用として1908年に製造番号512の C 型蒸気機関車が納品された記録がある。 ダンプ式貨車と長物車の2種類が用意された。1908年のカタログに掲載された商品の数は1897年のものより大幅に増えたが、半面 600mm 機関用の商品数は減っている。動力車は引き続き5種類が掲載されているが、すべて1897年のものから改良されている。土工ビルはこの頃から、 植民地用の鉄道システムの拡販に力を入れ始め、メーターゲージ用として大型の車両が登場。フランス領スーダン向けには32トンの機関車が用意された。20種類の客貨車がカタログに掲載され、うち14種類は有害車である。熱帯気候に適した車両も用意された。1939年に土工ビルは、 DXW 型と呼ばれる車両産業をインドシナ向けに製造したが、インドシナ紛争により出荷できず、1951年にフランス国鉄に譲渡された。これでモンテセンの Z600 系電車は土工ビルが製造し、1958年に納品したものである。PLMWZP7 機動車土工ビルの技術陣は客車に動力をつけることを発案し、 レオン・セルピレットと共同で標準機用の気機動車を1896年に製品化した。ドコービルとしては初めての標準機用の製品でもある。1932年にドコービルはフランス北部鉄道から 130HP エンジンに機き搭載の機械変速式機動車2両を受注した。この車両は後にフランス国鉄ダブルゼータ13、14、 ダブルゼータ DC1001-1002 となった。この機動車に続いて他の鉄道会社からも機動車を受注し、うち2両は1944年にドイツに納入された。前室の PLM は北部鉄道の機動車の成功を見て、山岳路線用に 320HP エンジン2機を搭載し、青とクリーム色に塗装された7両の電気式機動車を発注した。 この機動車は、豚の鼻のような形をした、先頭部のカバーに特徴があった。続いて、PLM のグルノーブル機動車区にはダブルゼータ P1、ダブルゼータ P9 に、付番された給料が1938年に納車。この給料は、フランス国鉄に引き継がれ、X52001 から9となったが、X52009 は1945年に、事故で廃車されている。 残った8両には1952年から1953年にかけて更新され、特徴的な戦闘部のカバーが撤去されるとともに、塗装色が赤とクリームに変更された。PLM は1945年にも追加で DC2101 から 10X を発注している。X52000 シリーズと X52100 はグルノーブル機動尺で使用され、 リオン・グルノーブル・ベーヌ館で運用され、1953年から1958年の夏季はグルノーブル経由、ジュネーブ行きに、それ以降の1972年までの夏季は、バレンシアリンクとして、グルノーブル経由、ジュネーブ行きとして運用され、通常は、グルノーブルからブールサン・モーリス、ブリアンソン、マルセイユまで、アルプス経由で運行された。X52000 と、 X52100 型は1973年6月10日に X52006 と X52103 の間にトレーラー2両を挟んでグルノーブルビビード館を営業運転したのを最後に営業から退き X52103 がミュルーズ鉄道博物館に初期の電気式機動車の代表として保存されたドコビルは続いて 同種の車両を2両を1951年に受注した。この車両は TGV に通ずる外観を持ち、サウラー製 150HP エンジンを装備し、最高速度は時速 130km に達した。1937年に土工ビルは他の鉄道車両製造車と共に、機動車の標準化計画に参画した。この計画では、 各社合計53両が1937年から1939年にかけて製造され、フランス国鉄はこの車両群に WZA3000 から X23000 の番号を付与している。土工ビルは53両中23両を製造している。1937年に土工ビルの設計人は航空工学に触発されたプロペラで推進する。 道車車を開発し高速域のののブレーキ性能の改良試験たため北部鉄道に納車されたこの車両の試験は成功したとは言えず、1945年に大破した後、復旧されることはなかった。続いて1950年に土工ビルはタービン駆動の車両の特許を取得しているが、試作品は製造されないままに終わった。X2426 ポンと。 オドメール駅にて1950年から1954年にかけて、土工ビルは 600HP エンジン搭載の機動車、X2401、X2479 を製造、ついで1958年から1960年にかけて 825HP エンジンを搭載した、X2801 から X2919 の16両を生産したのを最後に、 土工ビルは、機動車の生産を終了した。同系車の生産は、ショアジーイコールルイコールロアのルノーの工場に引き継がれている。機動車の生産と並行して、土工ビルは、堅牢さと軽量さが求められる機動車用トレーラーの製造も行った。1962年、土工ビル製の機動車用トレーラー。1994年撮影トレーラーと、 アフリカ向きの多数の車両を除き、土工ビルは300両以上の機動車を製造した。どれが最後の土工ビル製トレーラーかは定かではないが、他社と共同で製造したアルゼンチン向き1961年製の102両が最後と言われる。その他、他所のディーゼル機関車が専用船や入れ替え用として製造された。土工ビルのパリ工場でのちに、 パリ地下鉄の一部となる路線向けの車両が製造された。一部車両は2013年時点でも工場内に残存しているとされる。オーストラリアで保存されている土工ビル製 B 型蒸気、機関車最初の土工ビル製蒸気機関車は、ベルギーの工場で製造された B 型テンダー機関車で像に積まれて運べるよう設計された。土工ビルは各地の工場と提携して、 自身が設計した機関車を製造した。オランダでは、博覧会会場の設営用として使用された。鉄道分野以外でも土工ビルは、黎明期の農業機械、電気モーター、自動車、自転車など各種製品を製造した。土工ビル製自転車のポスター1891年から1902年にかけて土工ビルは6種類の自転車を製造。 この中には3つの車輪とローラーを追加することで、線路上を走れるように設計されていたものもあった。ドコービル製自転車の中には、デディオン・ボートン製三輪車のモデルになったものもあった。ドコービルは3000台以上のエンジン付き三輪車を製造していたデディオン・ボートンと共に、自動車製造に参入し、数年の検討の後1898年に、自身の自動車ブランドを立ち上げた。 最初のモデルは、ボイチャールと名付けられ、空冷二気筒 3.5HP のエンジンを後部に、搭載した小型3人乗りガソリン自動車である。乗用車は、ドイツのアイゼナハ車両製作所とイタリアの工場で、ライセンス生産された。1899年には 5CV と呼ばれる、新型車が続き、1900年にはエンジンが、全部搭載に変更された。 フレデリック・ヘンリー・ロイスが土工ビルの自動車1台を購入し、ロールス・ロイスの基盤となったロイス 10HP の設計に参考にしたとも言われる。1902年にシートとエンジンが交換可能な設計の自動車を発表し、成功を収めた。1906年には 9300cc の自動車の生産を始めたが、1907年に 自動車部門の経営が不振に陥り、1909年に自動車生産から撤退した。ドイツ、イタリアの会社とのライセンス生産も続いたが、1911年に乗用車の販売は終了している。土工ビルの自動車は、ロシタイエシュルソーヌの自動車博物館に保存されている。鉄道関係の製品は1970年に製造終了となり、 マレルシャトトラックなどの車体の製造を続けたが、後に土工ビルはマレルの一部となっている。土工ビルは何回か名前を変えているため、その歴史を紐解くのは簡単ではない。土工ビルの初期の製品は、ポール土工ビルの農場で作られ、農場内で使用されたため、厳密には、この時期は会社ではない。エソンヌ県、コルベイユに移転する前は土工ビルは長く、 エブリーに所在した。エブリーの工場は1853年にアルマンドコービルの農場内に建てられた。この工場では上流種製造用機器の部品と各種板金部品が作られ、ドコービルシステムが開発された1876年以降、鉄道関連製品にも事業を拡張している。コルベイユの工場は1881年に建てられ、 手狭となったエブリーから順次移転、エブリーの工場は1978年まで存続した。土工ビルは下記のような工場を持っていた。1881年フランス人、デニーラリューが内務省土木局へ土工ビル、軽便軌道の売り込みに来日した。1882年、内務省土木局臨時報告が出版され、 阪海鉄道や伊予鉄道創業者、小林信雄が採用を検討している。また平野富士は、茨城の炭鉱会社より、石炭運搬用具の相談を受けていたため、デニーラ流の元へ人をやり詳しい話を聞き、調査することになった。IHI の創立者である平野は当時、造船業だけでなく、足尾銅山の古川一兵から、鉱山の機械化について、相談を受けており、 鉱山用の機械の製造もしていた。平野はこの土工ビル軽便軌道が将来多くの用途で役立つと察知し1883年日本においての独占販売権を獲得した。ところが、買い手はつかず平野自らが土木業を始めることになった。1886年に有限責任東京平野土木組を設立し、各地の鉄道、道路や、 水道工事等にこの土工ビル軽便軌道を使用し、木工やバイスケが普通の土木現場に機械力を持ち込むことになった。1888年に開業した薄い馬車鉄道の工事を受け負ったが営業に使用された機場、車両も土工ビル車制であった。ありがとうございます。